投資ぎっくり腰119番の健康スポーツ整体院院長の平原です。今日はですね、これから、当院の駐車場から伊豆高原駅へ行く道を、ご案内したいと思います。まず当院を出てですね、まっすぐ、走っていきます。まあ、そうすると、すぐ止まりがありますので、こちらの方を、左へ曲がってください。正面が中華寺辺っていうね、これを左に行きますはい、次に、ここ県道川名、山太郎線になりますので、ここを、左に曲がってください。右へ行くと伊豆高原駅じゃなくて、城崎海岸駅になります。城崎海岸駅もね、近いんですけれども、今回も伊豆高原駅の方も、同じように近いですので、ね、こちらの方行ってみます。ここまっすぐ正面、行くと、T 字路になって、そこが国道になりますけれども、国道まで、の方までね、ずっと歩いていきます。ここで右側の方に、伊豆高原郵便局があります。これも目印にしてください。そして、ここで近道なんですけれども、歩いていくのもね、車でも行けますけれども、近道があります。ここをコインランドリーの、ここですね、ところを、左へ曲がります。国道の方からも行けるんですけれどもね、こちらの方が近道になりますので、覚えていただくと便利だと思います。で、まっすぐ行くと、ここをずっと降りていくとですね、すぐ踏切が見えます。踏切の手前、西条港ってね、この看板がありますので、ここを右へ曲がってください。ここを右へ曲がる。で、これ、伊豆急行のね、伊豆急の、別荘地内なんですけれども、ここも通れますので、ここをゆっくり歩いていきます。徒歩で歩くにはね、すごくここの方が、車の通りもなくて、安心です。まあ、たまにね、大きな車も入ってきますので、十分注意して入ってきて、歩いてください。で、ずっと道なりにまっすぐ行きます。左側がこれ、線路です。ずっと線路が走っています。電車がね、たまに走るんでね、走る音で分かると思います。ずっとまっすぐ行ってください。これ帰り道はね、ここ一通ですんで、帰りはこちらの方、車では来れないんですけどね、歩いてはこちら、遠いの方には来れますんで、ずっとまっすぐ行きます。ここはね、ちょっと下り坂になります。車ですとここに止まりがありますんで、こちらの方で、止まってください。もう目の前が駅です。で、ここ、渡るときにね、車結構通りますんで、ちょっと気をつけて、渡るようにしてください。左側が伊豆高原駅の、駐車場です。日本レンタカーがありますね。で、ずっとまっすぐ行きます。で、ここが、伊豆高原駅の、バス停になりますね。東海バスのバス停になります。はい、この正面が、伊豆高原駅です。こちらの方からですね、東京方面にね、帰られる方もいらっしゃいます。こちらの方ご利用ください。